こんにちは。なんかね、久しぶりの活動報告になるんじゃないかなと思います。なかなかね、動画が撮れてなくてですね、活動報告ができて、おりませんでした。申し訳ございません。結構ね、新年度になってからもですね、市役所の方も組織が再編されましたので、いろいろ覚えることも多くてですね、バタバタしております。今月もですね、4月の20日に全員協議会がありました。皆さんもですね、ご存知だとは思うんですけれども、一応ね、予定されておりました地域懇談会、残念ながら今回もですね、コロナの蔓延ということでですね、中止という形になってしまいました。またね、次の、中止というか、延期ですね、次の開催時期については、まだ未定なんですけれども、コロナの状況を見ながらとかですね、また6月には定例会が始まりますので、多分それ以降になるんじゃないかなというふうには思っております。で、先日の全員協議会でですね、今、地域懇談会というのは、なんていうかな、本当座談会というかですね、テーブルに座っていろんな課題をね、出していただく、話を聞かせていただくという形式なんですけれども、やはりこのコロナという状況の中ではですね、そのやり方も今までね、やってこられて、僕も参加したことがあるので、参加というのはその時はもう市民の立場として参加したんですけれども、非常にね、フレンドリーな話ができたりとか、ざっくばらに意見が出せるっていうのは非常にいいやり方だとは思ってはおります。ただやはりこのコロナ禍という中で、密を避けるという中でね、ソーシャルディスタンスで距離を取るとか、そういったことを考えるとですね、ちょっとやり方を変えないと、多分またね、今後も企画しても、またね、中止とかね、そういったことになるんじゃないかなということを思っております。で、そういったことをですね、ちょっと提案させていただきました。いわゆる会議形式ですね、ある程度距離を取ってマスクをしてということであれば、濃厚接触者にはならないわけですから、そういった形で何か開催できないかというのは、先日の全員協議会の方で、提案させていただいてですね、議会運営委員会の方でちょっと話をしてくださいというふうにお願いをしたところです。僕がね、議員になってからは地域懇談会が全く開かれていないという状況ですので、何かですね、その糸口といいますか、開催できる糸口が見つかればなと思っております。またね、議会候補特別委員会がありまして、第73号の編纂がね、行われております。一応5月の15日に発行予定です。今回ですね、なんかどうも業者さんが変わったようで、印刷のですね、レイアウトが若干今まで通り作ってたらずれてたりとか、そういったことがたくさんありました。またですね、私が議員になって1年半ぐらいになるんですけれども、一番最初のね、候補の時に、いわゆる申し合わせ事項というか、引き継ぎ事項をいただいてたんですけれども、それがちょっと、なんていうかな、ちょっと違うところがあったりしてですね、ずっとやってると、あれこれどうなんだろうという部分があったので、ちょっともう一度確認させてくださいということで、確認をさせていただいて、今後どうするか、変えなきゃいけない部分はやっぱり変えていけばいいと思いますし、このままでいいんだよっていうことがあれば、このままということで、そういった話をする場をですね、いつか持っていただけたらというお話もちょっとさせていただいたという感じで進んでおります。はい、そのような形で、また、そうですね、これからゴールデンウィーク明けに向けて、で、その明けた後ですね、また、6月定例会に向けて、いろんな準備が始まっています。すでに始まってるんですけれども、またね、ちょっと一般質問等で取り上げてほしいようなことがあればね、ぜひ、気軽にですね、お声かけいただけたらなと思っております。最近はですね、ちょっとね、消防団のちょっと予算の関係のことで、割とその担当課であるとかに聞きに行くことが今増えております。
で先日もですね、ちょっと市長の方に、まあ、面会を求めてですね、南沢議員と一緒に、まあ、市長と副市長とね、4人でちょっと消防団のその予算がどういうふうにな動きでそういう、決定になった、まあ、あの出初め式を市の主催でやらないっていうことについてね、どういう経緯でそうなったのか、またね、それをどういうか方法で消防団に周知したのかであるとか、3月の定例会で、廃止された事業を教えてくださいというのを言ってたにもかかわらず、そこは出てきてなかったっていうのがね、説明がなかったのはどういうことでしょうかというね、そういったことをちょっと問い合わせをしました。まあこれについてはね、またちょっと今後ももっといろいろ勉強しないといけない部分があるので、担当の方にちょっと資料請求をしたりしておる途中です。という感じでね、またまあ定例会に向けてかなり忙しくなってくるかなとは思うんですけれども、頑張っていきたいと思います。結局ね、長く喋ってしまいました。まあ今日のね、活動報告は以上になります。ご視聴ありがとうございました。